モノクロームメビウス実況プレイのパート25をやっていきたいと思いますと、先日のドラクエ10の実況と引き続き、まあ、同じ日に撮ってるからね、当然なんですけどね。はい、花粉症で鼻が詰まっております。もうね、モノクロームメビウスって発音するのもちょっと怪しいもんね。はい、まあ、それはいいですけども、ね、前回の攻略でね、4人目の仲間として三日月が、パーティーに加わりました。まあ、彼はね、やっぱあの歌われるものの2作目ではオシトルと並び立つ、このニマトのね、双璧と歌われる存在にね、いずれなる男なわけなんですけれどもね。まあ、現状パーティーに加わってすぐの印象はですね、まあ、シューニャよりも体力少ないし、まあ、ボーナスが多分少ないからだと思うんですよね。なんか胸近ほどの耐久力もなければ、押しとるほどの攻撃力もないといったね、よくわかんない、性能なんですけれども、まあ、いずれね、まあ、押しとるを抑えるような、高い攻撃力を手に入れたりとか、してくれるのかな。なんか耐久力に関してはちょっとね、今作に関しては胸近の右に出るキャラクターいなさそうですね。はい。まあ、守りは胸近、攻めは三日月、あとバランスの押しとると魔法の収入っていう感じなんでしょうかね。はい。まあ、とりあえずそんな感じでやっていくんですけども、今回なんかいろいろと依頼を消化していくことに、なってるみたいです。まあ、やっていきましょう。なんか前回無理やりいろいろ装備を整えたような気がする。なんかあるか？いいじゃん。依頼された任はこの先だな。えらく聞こえはいいが、中身はドブさらいなんだよな。あ、これはひどい匂いだな。防止あるからね。ドラクエに比べたら楽だ。想像以上だ。これも修行の一環とはいえ、いきなりここ女子には辛いだろうな、これ。これ何の匂いだろう。あれは平気なの？あ、俺か？全然平気。ずるーい。数値では分かってても、匂いで苦痛を感じる回路はないんだな。それにしてもどこから匂ってくるの？匂いの元はきっとあれだろう。さあ早速取り掛かるぞ。それにしてもすげえな、オシトルは。こんな雑用でも愚痴一つ言わず真剣に取り組むとは、真面目にも程があるな。前のアルジュとは真逆だな。無駄口を叩いてないで。て、おお、いかん。口を開いただけでやられる。でキャラだったのか、若い頃は。早く終わるだろう。それに親父もかつては同心として、こんな風に旅のために尽くしていたかと思うとな。そうですわね。小生も立派な大衆になるため、なぜだろう。原因は違うのに、みんな、俺と同じ喋り方になってる。とか立派なこと言ってるが、オシトルも偉くなったら絶対下っ端に押し付ける口だろう。お、そんなことはないぞ。今ちょっと間があった。そもそも出世のために修行しているわけじゃないからな。俺には目的がある。よし、詰まりは解消できた。これで水路の流れも元に戻るし、しばらくしたら匂いもしなくなるだろう。はじめ。そしたら、なんだ。
屋敷通り。さら終わりましたってことでいいのかなこれ。頑張ってくださいね。現在の依頼は、あ、S と進めると、なんかこういう画面でゲーム進めるっていうか、先に進むような展開があるの、なんか、いいな。歌われるものだいたいこれだ、これなんでね。基本ノベルゲームだから。お疲れ様でした。これがご褒美です。この調子で頑張ってください。よし、ポポだ。前回何やったっけ？次回のご褒美となります。あと1個でこれがもらえるね。OK。今は、このような感じです。なんか増えた。適正レベル19、20だから、いけるな、どっちも。とある植物の採集。王宮に湧いた、化け物討伐。経験値6000もらえんのこれ。なるほどね。イルペカ高校ダイソー。なるほど。そしたら。ガンガン消化していきますか。どうだ。もうなんだっけ、イルペカ方向っていうのはまだ行ったことがないエリアだよね。いいところにいたね、あんたら。実はちょっとした頼みがあってね。手と体とちょっと遠いんだが、オノロ草原に生えているテイヤシャって草を知らないかい？聞いたことがないな。ですわね、シュニュちゃんは？ううん、知らない。ま、あまり知られてない草だが、難病なんかに効く珍しいものでね。あると助かる人もいるんで、できるだけ早くたくさん取ってきてもらえるとありがたいな。難病に。そこに反応した。そういうことならお安いご用だよ。ありがとう、助かるよ。草原の南の方に見える離れ小島、あの辺りによく生えていた覚えがあるよ。なるほど、それを手がかりにして行ってみるか。なるほど。そこの通りを行ってくれ。その角を曲がってまっすぐ。なんだ。ここだ。え？よろずやちりめんだ。
おや、いらっしゃい。何してんだおい。お客さんとは珍しいの。あの、ねえねえ、おじいちゃん、歌われるモードの方でちりめん問屋がどうのこうのっていうやり取りがあったんだけど、冗談じゃなかったんかい。わしは水戸、このよろず屋を営んでいるケチな老人じゃよ。そうじゃなくて、どうして帝のおじいちゃんがこんなとこにいるのかなって。あ、さすがシューニャ。お、正常だと。意外と気さくなじいちゃんなのよ。何のことかの、誰かと勘違いしているのではないのかの。そう言われてみればっていうか、そっくりだ。正常、なぜこのようなところに。やれやれ、早々にバレるとはの。もしや民の生活を知るために。なんと、そのために御自ら。さすがは正常だ。犯人はそう思ったんだろうな。うん、その通りじゃ。よいか、ほのかに行ってはならん。絶対暇潰しだ。絶対に行ってはならんぞ。はあ、いろんな意味で心配されるしな。やはり嬢ちゃんはからくり人形と一緒じゃな。これ名は何じゃったかの。調子が悪いのか。嬢ちゃん、からくりの名をもう一度教えてはもらえぬか。この子は春だよ。そうか、春か。では改めて、春よ、そなたのことを教えてもらえまいか。なんだ。こんにちは、僕春だよ。なんだそれ。変なおじいちゃん、この子はお話なんてしないよ。じいさん、あんたは。そうか、俺をありふれた人形って吹かしてたのはあながちハッタリじゃなかったんだな。おい春。かまわんさ、このじいさんは知ってる。俺は春、愛玩、家事、掃除、介護、何でもござれのマルチユニットだ。そなたの制作者の名は？プライバシー法に抵触するんで、それは言えないね。そうか、そういうことか。変なことを聞いてしまったの。変わると言ってはないか。そうだよな、知りたいよな。その春をカスタマイズできるようにしてやろう。カスタマイズって言っても、通信は。詳しいことはその春自身が知っておる。今後そなたらの役に立つはずじゃ。じいさん、あんた結構いいやつなんだな。おい春。かまわん、今のわしは水戸じゃからな。それ以上でもそれ以下でもない。お主らも同じように接してもらえればありがたい。カスタマイズってことは、春を強化できるのか。もしかしてこれまで何のために拾ったかよくわかんない素材ってそういうこと。このよろずでは、ブルース屋では2つのことが可能です。1つは春の戦技強化で素材を提供しランクを上げ、春の戦技能力を強化したり新たな戦技を習得したりできます。もう1つは春の隠された機能 ABL、戦闘時や冒険時において様々な役に立つ機能を行います。
動力を解放するための手順を説明します。一部の条件を満たすと ABL の解除情報が表示されます。その条件を達成すると ABL の効果と能力を解放するための必要な素材が提示されます。基礎素材をよろずやに提供すると ABL が効果を発動します。なるほど、宝箱と採取ポイントが表示されるって書いてた。それいいじゃん。これ ABL 先にどんどんやった方がいいんじゃないの。水浴の祠で体力だけでなく、力も全開にできる。すげえ。いけるし。これは？これわかんないんだ。春別ゲットマネー。この中で結構いろいろあるんだ。ラッシュゲージの回復時間。ロープに7体倒す。あ、これつけたい。これ絶対欲しい。完成じゃ。俺もやっとこう。良きかな良きかな。ここ見ないと。行動開始。いやー、なるほど。戦闘に役立つ能力だ。あー、これいいな。アルメツゲットいくつだ、これ経験値フェイレスだな、きっと。プライスダウンってこれ、お金、店の、お金、安くなるじゃない？ええやん。マジで便利な機能だ。なるほどね、素材収集の意味が、出てきますね。なるほどね。で、戦撃強化。マークついてるやつ渡すと、どうなんだ？いっぱい、経験値入るってこと？強化。完成じゃ。ああ、なるほどね。え？めちゃくちゃ伸びるじゃん。これだとちょっと多すぎんだな。なるほどね。それでいいかな？うまくいったぞ。アートイレーザー。ノックバック減少。なるほど、なるほど。でどこまであんのかな、これ。それもよかろう。よしよしよし。いつでも立ち寄るとよい。え？
何？え？ねえ。エピタセした。この大きな箱って何だろう？おそらくは衣装棚ですわ。以前はさぞ綺麗だったのでしょう、ね。てか普通にエアコンとかあるしね。ああ、そりゃ冷蔵庫だな。冷蔵庫。言葉からして氷室のようなものか。大体同じ。そんな感じだが、名前そのものは長期保存するのに食料を冷やしていた頃の名残だな。こいつは特殊な振動で経年変化を限りなく停止させるタイプで、まあどうでもいい話か。いや、まだ中に何か入ってるのかな。さすがにそれはないだろう。わからんぞ。当時のものが残ってるかもしれん。酒一本でもあればそれだけで豪邸が立つな。どれどれ。あ、どうした。ああ、こりゃダメだな。ロック、鍵がかかってる。まあそうだろうな。仮に開いたとして、水戸のご老人がそのまま放置しといたりはしないだろう。残念。本当にしましたか。わしのよろずやへようこそ。え、なんかだったな。攻撃バースト。今までに混乱状態で敵を攻撃した。ああ。混乱状態で敵を攻撃した。で、牢入7体倒す。イゲルがカーチ。あ、もう、見えるやつか。オッケー。いつでも立ち寄るとよい。浪人でどこでやったっけか。会ってないみたいですね。なるほど。これなんだ。亭主、どうかしたか。ああ、いらっしゃい。そうだ、ちょうどいいところに。ちょっと相談に乗ってもらえるかい。相談？いやな、平和なのはいいことだが、最近大きな戦もないせいか、とんと売れ行きが悪くてな。この先のことを考えたら、何か別のことで客を呼べねえかなと。ただやるからには客に喜んでもらえることをしたいと思ってな。要するに何か新しい商売を始めたいってことだな。なかなか難しいな。ここ帝都は円中向いとは違ってありとあらゆるものが揃っているからな。そうなんだよな。あ、悪いな、変なことを聞いちまって。忘れてくれ。で、何かご入り用かい。あ、そうだ、買い物じゃないんだけど、ちょっと見てもらえるかな。これ、すごく気に入ってるのに、端っこが欠けちゃったから直したいんだけど、おじさん直せないかな。うん、どれどれ、見せてみな。こう見えても、俺はかなり手先が器用なんだぞ。なるほど。これだったら、ちょっと材料はいるが直せると思うぞ。は
本当？よかった。ついでだからより使いやすくしといてやるよ。それだ親父、この刀を見てくれ。おいいわさもんじゃねえか。これがどうかしたのかい。この刀、今よりも強靭かつ切れ味を上げることは可能か。そうだな、おそらくできるとは思うが。そういうことですのね。ああなるほど、装備の強化がねここでできるようになるんだ。確かに使い込んだ道具には愛着が湧く。その道具をさらに鍛えられれば客は喜ぶって寸法だ。なるほどね。だがそのためにはここじゃ手に入らない素材も必要になる。何より設備をもっと整えないとな。いい案だとは思うが、どうにも人手が。なるほど。そうだ、よかったらあんたら手伝ってくれ。設備を整えるための素材を各地から集めてきちゃくれないか。ははは。もちろんこれでも素材か。迎えると言ってはなんだが、あんたらの道具の強化は格安にするからよ。おしとる、お互いにとっていい話なんじゃないか。そうだな、いろいろな人で各地に行くこともあるだろうし、そのついでであれば問題ないだろう。じゃあ商談成立だな。頼んだぜ。いろんなシステムが解禁されてくね。忙しくなるな。テッド装備合いの投資について、装備の各項目に投資することで装備のランクが上がり、装備費を強化してくれるようになります。どんな素材でも投資対象になりますが、装備屋が欲しがっている素材や珍しい素材ほどランクアップがしやすくなります。はいはいはい。ランクが上がった装備品は各地に流通するようになります。ただし素材の投資と承知している装備品の強化については程度の装備ではしか行うことができませんので注意してください。まあワープできるんだからね、関係ねえな。いらっしゃい。これか。何を打ち直す？おお。おおおお。じゃあ防具もいけるんだ。試しに一回。できなかった。防鉱石。お。間違いないか。これでんだ。あね、いや間違いないか。こりゃいい感じだ。はい、いいのかい。次からもっといいのが作れるぜ。ここにつないか。上がんないだ。打ち直しかい。お、できそう。ああなるほどね。金も取られると、まあ、でもそんなにまだ新品だ。強化するほどでもねえな。あれ普通に売ってる。ありがとうございます。ああ扱われる品が増えたのか。新品だぜ。あなるほどなるほど。
ああ、なるほど。あ、とりあえずこっちでいいな。間違いないか。ありがとな。はいはいはい、いいんだな。ありがとな。売るのかい？それ。あとですね、さまざまな機能の解禁ということで、より一層ね、楽しみも増えたところですけども、一旦この辺で一区切りしたいと思います。とりあえず次回改めてね、依頼の消化を進めていきたいと思います。では、モノクロームビビウス実況プレイのパート25、最後までご視聴いただきありがとうございました。次動画でお待ちしております。それでは皆さん、学びできれば。